次で借りてもらってね。塩がやばいやばい、ここまで来るな。俊也、俊也、はい、こっちおいで。俊也、はい、みんなに誰と言われながら、はい、配信で映ってないところでね、はい、一生懸命みんなの食料を今取ろうとしてる、はい、そのひたむきな姿心打たれます。これあのパクってきたんで、はい、あげます。食べてね。はい、ありがとうございます、うん、みんな俊也覚えてあげてね。俊也、はい、何チーム？ B です。 B？ はい、 B チームね、はい、で今なんつうのかな、印象がないランキングに入っちゃってるよ。マジですか？うんやばいっすね。印象がないランキングで、はい、ゴラリンと、はい、今俊也。マジっすか？うん、だからちょっと印象を残した方がいいかもしれない。了解です。うん、頑張ります。頑張ってる。はい、頑張ります。うん、おおおかわいい。やばいやばいやばい。あ、なんか、あ、なんか、大丈夫大丈夫大丈夫。うん、後から拾っとくわ。ひっくり返りゲーあれよくみんな椅子からひっくり返るけど、あれ狙ってやってるよね、うん、こういうとこがちょっとね、俺もまだ勉強不足よな。でここでちょっとひっくり返れば笑ってくれた、みんな。そういうのちょっと苦手だな。昨日これ椅子が流されかけたって、ここね、だと潮が速くない？潮がどうよ、速くない？こんな朝っぱらから釣り時なんだ。カレー粉返したよ、みやるくん。多分今日の夜ご飯じゃないカレー。でも圧倒的に米足りなさそうだけどね。で俺もう一個ね、無人島行く予定だったんだよ。今月無人島月間にしようと思って、でもちょっとことはぶっちしようかな。疲れたよね、正直。18号のコメント見て気持ち悪い。何この子。潮吹くのが早いのはあなたのテクニックよ。
キモ。ちょっと下ネタ無理なんでやめてください。セクハラ気持ち悪いんで。なんか俺がたまに言うから勘違いしてるけど、俺ね、人に言われるのは気持ち悪いなと思うよ。自分がね言うのは別にキモくないけど、なんか下ネタ喋ってるやつ気持ち悪いもんな。気持ち悪いと思う。自分はいいけど、だから自分はいい特別ルールが発生しちゃうんだよね。ないそういうこと。だから自分が食ったもんだったらちょっと汚く感じないけど、自分が食べて2時間後にまた食べれるじゃん、自分がちょっと残したものは。でも人のものは絶対食えんよな。なんか汚いやん。そういうなんか自分ルールがある。フーとスナいらっしゃい。ありがとう。わかるけど、お前らもキモい。じゃあお前もキモいわ。でかー、蜂。あれこれ渡れないかな。結構蜂が多いね。これスズメバチかな。蜂が結構多いね。つか昨日もお母さんから電話あったな。ちょっとお母さんのコーナー行っていい？また金だと思うけど。でなんかね、前この前なんか居酒屋で電話したよね。でようわからんかったよな。なんか仕事が決まったけどなんか言ってたよな。おはよう。調子どうだい？濡れずにいけるかこれ。この前3万円また3万円ぐらい振り込むか。うわ、掘り出し物見つけた。うまいことこれ噛んでるね。これね、岩と岩の間で鍋だね。鍋うまいこと噛んでるな。ギッチギチよ。なんか世界的にはさ、これはまあ普通だけど、すごいバランスでそびえ立つ岩とかあるよね。ああいうの神秘的だよな。サテン？サテン交差点？作用点だっけ？俺も次生まれ変わったら勉強したい。あ、支店、茶店、喫茶店、まあ喫茶店同じ思考じゃん。01好きです。てんてんてん。モテるよね。自分でわからん。お前ら会社はバカばっかりだから損しても会社作らない人が多い。ふわっちは節税とか考えてないんじゃない、うん、
ったいないけど、まあ安定性もないからね。いや、ソーセージいいっすね。こっちも風強いね。これ朝食みんなに配られるみたいです。粋な計らいで、粋な計らいっす。これ全員飲めるのかな。いや、お菓子をパクれないな。監視が、つか飯どれぐらいかかるの。いや、さっき俊也にあげたでしょ、お菓子。だからラトゥルちゃんに表彰状リスワンおめでとうしたかったんだけどな。うん、カニ汁まずかった。後ろ姿を映すの恥ずかしいじゃん。現金交渉、うん、ゴラリン盗ませよう。あ、これダメなんじゃない、こんなのやったら。はい、これ食ったでしょう。まだ日が浅。うわ、アリがやべえわこれ。アリが、これ全部アリ。これアリが湧くってことは新しいよね、俺の推理すると。ゴミ袋かな、これ。ゴミ袋は、あ、こっちです。はい、あれ、え、卵、え、掘り出し物見つけたかもしれない。これはいいんじゃない、取ってっていうの使えるか、これ腐ってん。卵泥棒がいるぞ。あ、卵泥棒がいるぞ。卵ダメなやつだった。大
朝卵焼き作って、ああここに置いてあったんで勘違いしちゃう。本当にみんなの分あるの？ね、足りるあれ？え？ A チーム、B チーム合わせて10人いるぞ。やっぱ信じた。信じた俺がバカだったな。足りないわ、あんなの。だからカレーのルー取っとけよかったやん、こっちで返せとかいうやつで、カレーの準備してあれしちゃよかったやん。そうでしょ、1回はカレーのルー取ったんだからね。もう今監視が厳しいから取れないやん、どうすんのよ。カレーのルー多分夜やるんだよあれ、わかる大体、うん、うわファンタスティック、うーちゃんありがとう、ありがとううーちゃん、ラブおはよう。欲しい人にみんな欲しいよ、みんな欲しいよ。ゴミアイテムナイス、はいブロックです、ゴミリスナーブロックします。はい、お疲れさんです。あ、初心者マークありがとう。おはようリビアン、調子どうだい、調子はどうよ。でこう歩けば歩くほど腹減るんよね、やっぱ健康的でいいけどさ。体調、これはね体調良くなってます。ちゃんと睡眠時間なくても朝起きて、やっぱ疲れてね夜寝るしね、でお腹空くしね、やっぱ体動かすからこうやってちょこちょこ、あ、初心者マークありがとうございます。ありがとう。で、昨日カニ捕まえて食ったんだけど、カニはもう食えないかな。うん。やっぱね、もう泥っぽいよ。食えない。食うもんじゃないわ。うん。食えないっすね。でもこの苦痛が一般普通に過ごしているありがたみをね感じさせてくれるんで、やっぱいいことばかりじゃないじゃん生きててさ。でしんどいこともあるから喜びを感じれるわけでしょ人間っていうのは。だからこれいいことなんですよ、うん、もう家でねキンキンに冷えた麦茶ね、で好きなもんケンタッキーでもね、最高じゃんそれだけで、幸せじゃん。焼肉も幸せよ。うん。スーパーにね売ってる安い肉でも焼きたてでね、焼肉のタレつけて食ったらうまいぞ。そう思わん？
ね、趣旨は変わってないよ、うん、でも贅沢しすぎなんだよ、贅沢。あ、皆さんね、今来た人もね、そうしてあげてください、お願いします。いいこと言うに、アーレアンス10個、アリちゃんありがとう。